まず2011の本当震災の後から何か力になれないかなっていう思いはもちろんあったんですけども、でもその辺はなかなかこう個人では動くことができなかったんですけども、そのタイミングで本当にキリングループさんからキリンスマイルフィールドをやることになったっていうお声をいただいて、本当に当初から参加させてもらってはいたんですけども、やっぱり最初はやっぱり本当に震災の本当にあの厳しさを知ったあの子供たちと一緒にあのやることになって、なかなかこう笑顔を引き出すことってすごく難しいんだなっていうことは実感したんですけども、でもやっぱりあのまあサッカーっていうかスポーツは偉大だなと思ったとこ部分は、やっぱり体を動き始めたら本当に笑顔になってくれるので、8年経った今ビッグスマイルフィールドって名前を変えて変わってないんだなっていうのは改めて思いました。本当に名前がついている通り、そのスマイル笑顔っていう部分を本当にこの東北の子どもたちに届けられてるってことは本当に嬉しいっていうか、本当に意義のあることだなとすごく思います。サッカーっていうのを通じて笑顔になってくれましたし、その子どもたちの笑顔がまたお父さんお母さんの元気になると思うので、今日の本当にその笑顔力を忘れずにこれからも頑張ってあのいろんなことにチャレンジして、もらいたいなと思います。